衝撃、ナンバーアンダーラインアイ、サマソニー2024出演。海外フェスでの成功から、本の音楽シーンを席巻。コーチェラ、ロッキンジャパンに続きサマソニーへ。2024年の夏、音楽イベントのシーズンが始まり、その中でも特に注目を集めたのが、新たにデビューした3人組のグループ、ナンバーアンダーラインアイだった。平野翔ガンユータ、 そしてのの3人からなるこのグループは、デビューからわずか数ヶ月で数多くの大型音楽フェスティバルに出演し音楽ファンや業界関係者の間で話題となっているしかし彼らがステージに立つたびにささやかれる本当の評価とは一体何なのだろうかそしてその評価がどのように形成され変化していくのか彼らのパフォーマンスや舞台裏の努力さらには彼らが挑んでいる アウのの環境での戦いいを通じてて探っていく。4月にアメリカで開催されたコーチュラ・バレー・ミュージック・アーツ・フェスティバル2024では彼らは特別ステージに出演し現地の音楽ファンに強い印象を残したこのフェスティバルは世界中から数万人の音楽ファンが集まる一大イベントでありここでの成功はアーティストとしてのキャリアにおいて大きな意味を持つナンバーアンダーライン愛は日本だけでなく 国際的な舞台でもその存在感を示し始めたのである。そして8月11日には、日本国内最大級の音楽フェスティバルである、ロックイン・ジャパン・フェスティバル2024に出演し、さらなる挑戦を続けている。17日と18日には、東京と大阪で開催される、サマーソニック2024、サマソニンにも出演予定であり、10月13日には、また別の大規模な音楽フェスティバル、 ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用譜に14への出演も決まっている。彼らのスケジュールは、まさに、音楽イベント出演ラッシュと言える。しかし、このような多忙なスケジュールの中で、ナンバーアンダーライン愛はどのようにしてその高いパフォーマンスを維持し、さらに進化させているのだろうか。それは彼らの持つ、攻めの姿勢によるものだと、多くの関係者が口を揃える。音楽イベントは、 通常のライブとは異なり、他のアーティストも多数出演するため、観客の中には他のアーティストのファンが多く含まれる。これはある意味で、アウェイの舞台であり、自分たちのファンだけでなく、初めてナンバーアンダーライン愛を目にする観客をも引きつける必要がある。デビューからわずか8ヶ月でこれほど多くの音楽イベントに出演しているという事実は、彼らが幅広い層にアプローチし、 そのの中で確実に自分たちの存在をを示しているることを意味する特に注目すべきは、ナンバーアンダーライン愛がそのパフォーマンスだけでなく、観客への気配りやチームワークでも高く評価されている点である。夏の屋外フェスは、特に過酷な暑さに見舞われることが多く、観客にとってもアーティストにとっても厳しい環境である。8月11日の、ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024での一幕は、その一例だ。 MC の途中で、平野翔が観客に対して、皆さん、水分とってますかと呼びかけ、その後、神宮寺優太が、みんなで乾杯しようと提案し、元優太が、チアーズ、と呼びかけた。この一連の流れは、一見何気ないもののように思えるが、実は非常に大きな意味を持っている。多くの観客は、パフォーマンスに夢中になるあまり、水分補給を忘れてしまいがちだ。そんな中で、 ナンバーアンダーライン愛は観客の健康と安全を第一に考え、あえてパフォーマンスの時間を削ってでも水分補給を促す行動をとったのである。この行動は、観客の間で大きな驚きと感謝の声を呼び、彼らのプロ意識と観客への深い配慮が際立った瞬間だった。しかし、彼らの成功はステージ上でのパフォーマンスや気配りだけにとどまらない。ナンバーアンダーライン愛の背後には、 見えなないところでの膨大な努力がある9月23日にリリースされる予定の彼らのファーストフルアルバム「n o ア i はその一例である。新しい曲を次々と生み出すためには、想像力だけでなく、技術的なスキルや絶え間ない努力が必要だ。3人は、かつてキングプリンスとして活動していた頃から、決してこのくらいでいいと妥協せず、曲やパフォーマンスの細部にまでこだわり続けてきた。 その姿勢は新天地でも変わらず、むしろより高い熱意と集中力を持って取り組んでいる。彼らは難易度の高い振り付けを完全に習得するために、夜遅くまで練習を重ねることも多い。その結果として生まれる華麗なパフォーマンスは、ただの偶然や才能だけではなく、こうした見えないところでの努力の積み重ねに支えられているのだ。こうした背景を踏まえると、 ナンバーアンダーライン愛がなぜこれほど短期間で急速に成功を収めているのかが理解できるだろう。しかし、それでも彼らの本当の評価は、まだ完全に確立されたわけではない。彼らの挑戦は、まだ始まったばかりなのだ。これからも彼らは、多くの人々に、ゴート、史上最高と呼ばれるような景色を見せてくれるだろう。だが、そのためには、さらに多くの挑戦と試練が待ち受けているに違いない。 これからのナンバーアンダーライン愛の活動を見守りながら、彼らがどのようにして自らの音楽を進化させていくのか、またその過程でどのような新たな評価を得ていくのかに注目していきたい。そして、彼らが次にどんなステージで、どんな観客を驚かせ、感動させるのか。それは私たちにとっても大きな楽しみとなるだろう。あなたは、次に彼らがどんな景色を見せてくれると思いますか。そして、 それがあななたにとってどんな意味を持つのでしょうか彼らの音楽が持つ力は単なるエンターテインメントの枠を超え私たちの心に深く刻まれていく。そしてその力が私たちにとってどれほど大きな影響を与えているのかを実感するたびに彼らの音楽が持つ価値がますます高まっていくことを感じる。私たちが彼らの音楽を楽しみ彼らの成長を見守ることは彼らにとっても大きな励みとなるだろう。 そして、その過程で私たちが彼らから得るものは計り知れない。彼らの音楽を通じて得る感動や、彼らの成長を見守る喜びは、私たちの人生を豊かにしてくれるものだ。彼らの未来がどのようなものになるのかは誰にもわからない。しかし、これまでの活動を見てきた私たちには、彼らがどんな困難に直面してもそれを乗り越え、さらに高みへと進んでいくであろうことを信じる理由がある。 彼らの音楽には、それを支える強い意志と情熱が込められており、それが彼らを突き動かし続けるのだ。この先、彼らがどのような音楽を作り出し、どのような新しい挑戦をするのかを楽しみにしつつ、私たちファンは彼らと共に歩んでいく。そして、その歩みの中で、彼らの音楽がどれほどの力を持ち、私たちの心にどれほど深く響くのかを感じることができるだろう。最後に、 彼らがこれからも多くの人々に、強盗としての姿を見せ続けるために、私たちは何をすべきなのだろうか。彼らの音楽に耳を傾け、彼らの成長を見守り、そして彼らを応援し続けることが、彼らがこれからも進化し続けるための一助となるのではないだろうか。彼らと共に歩むこの旅が、私たちにとっても特別なものとなることを願ってやまない。 彼らが私たちに示してくれる新たな景色や感動を楽しみにしながら、彼らの音楽に触れるたびに、その一瞬一瞬を大切にしていきたい。そして、その瞬間が積み重なることで、彼らとの絆がさらに深まり、私たちの心に永遠に残る思い出となるだろう。これからも彼らが私たちにとってかけがえのない存在であり続けるように、彼らの音楽と共に歩んでいこう。私たちは彼らの今後の活躍を期待しつつ、 彼らが次にどのような驚きを私たちにもたらしてくれるのかを楽しみにしている。彼らが音楽業界に新たな風を吹き込み、これまでにない新しい形のエンターテインメントを作り出していくことを願ってやまない。そして、その過程で彼らがどのような困難に直面し、それをどのように乗り越えていくのかを見守り続けることは、ファンにとってもまた、特別な体験である。最後に、彼らのこれまでの努力が報われる瞬間を、 私たちはどのように迎えるべきなのだろうか。そして、彼らがこれからも、ゴートとしての道を歩み続けるために、私たちファンができることは何なのか。その答えを見つけるためにも、彼らの音楽やパフォーマンスに耳を傾け続けることが、私たちにできる最も重要なことなのかもしれない。